1時間ぐらいかかるかなと思っていたんですけれども、どうやら30分ですね、30分で、コンピラ郡のですね、本殿到着です。はい、これが本殿ですね。はい、ちょっと、本殿からのですね、景色を見てみましょうかね。結構ですね、ここまでの道なんですけれども、大門までがですね、400段弱あるんですけど、そこまでがちょっときつかったですね。それからはまあそう大したこともなくて、ただ本殿の、下の階段がすごく急かで階段で、ここが大変でしたね。はい、ここからが本殿からのですね、コンピラ、琴平町ですかね、コンピラ、琴平町ですね、琴平町の、まあ、景色ということになります。この辺りの山はなんかね、非常にまあ私なんか新潟にいるんだけれども、新潟で見るような山ではないんですよね。ちょっとね、ちょっとね、こんもりした山なんですね。そういう小さな山がたくさん、まあ、ありまして、独特の風景をね作ってますね。はい、はい、こんな感じですね。あの山なんかね、富士山に近いですよね。富士山に見えますよね。ちょっと近づいてみましょうかね。富士山、富士山そっくりですよね、この感じがね。はい、こんなところですね。はい、ウイグイスが鳴いてます。はい、本殿ですね、本宮。いや、やはりまあここは、制覇したという感じがしますよね。ちょっとやっぱ30分ぐらいですけど疲れますわ。でこれがですね、本殿直下のですね、階段なんだけど、まあかなりの傾斜ですね。だいたい45度ありますね。45度ぐらいの傾斜で、かなり階段数もありまして、100段以上あるでしょう。こういうとこですね。まあ、すごいですよ。疲れますね。こういう形で、これが本殿で、これも神木ですね。いい神木がありまして、そしてこういう形でですね、本宮のですね、まあ、それぞれのですね、ここに、まあ、建てられた建物がありますね。これが本殿のですね、あの奥方の、まあ、建物で、御保津神社って言うんですかね、御保津神社っていう建物がありますね。はい、まあここはじゃあこんなところでおしまいです。